人、今日はお時間いただいてありがとうございます。まあその時何があったのかとか、どういう状況だったのかっていうのをお話しいただければなと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、僕奈良県の出身で、はい、奈良県の方なんですけれども、いわゆる心霊スポット友人2人で行こうって話になりまして、白鷹狼、はいはい、もちろん地元の人であれば、まあ、あんなとこ行かないよというような場所で、ただその友人がすごく霊感がある人間なので、なんかあるんじゃないかな、ちょっと興味本位で聞いたんですね、はい、先日、まあ、ご友人と、白鷹狼に、まあ、そういうスポットだからっていうので行かれたということですね。薄気味悪いところだったんですよ。で、最初に階段あるじゃないですか。階段登っていくと鳥居があって、ね、で、ん?って思って、そのちょうど鳥居の横の手のところに、白い着物着てる女性の人がいたんですよ、はい、で、むちゃくちゃやっぱ怖かったんで、もうその状況からいくと、うわーってなって、僕も階段を降りて逃げたんですけれども、で、さらに奥行くと、滝壺とか、その防空壕みたいなのあるじゃないですか。で、そこをどんどん行って、で、その時に、なんか声ですかね、女性の声がしたんですよ。何も、なんか、もごもご言ってたんですけど、確かに女性の声が聞こえた。防空壕というか、まあ、修行場って言われているような場所だと思うんですけど、はい、滝の音と一緒にそういう女性の声が聞こえた。そう、もう帰ろうってなって、はい、帰ったんですね。で、そこからなんですけど、正直もう毎晩その女性の声が聞こえるんですね。まあ、その白鷹狼にご友人と行かれて帰ってからってことですか。そうです。そこから誰かに何かがついてきてるというか、その気配がやっぱりずっとしてるん で、声はでも結構頻繁にするんですよね。で、もう数日経つんですけれども、離さない、だから離れないっていうのははっきり言いました。離さないみたいなこと言われて、それははっきり言いました。やっぱりもうそのさすがに気味悪いなって思って、いろいろ調べてたんですよね。動画でだったりとか、でインターネットでその白鷹狼に行ってそういうことがある人いるのかとか、はい、どうなんかっていうのを調べている時に、いろいろさんの動画で白鷹狼に行かれてたじゃないですか、はい、内容その動画見させていただくと、翔士さんもなんか同じようなことがあるっていう感じで見てたので、はい、ゲームさせていただいたんですけどね。LOL クリエイターズの心霊検証のお時間です。というか最終回でございます。まさかのここやな。ここはどこでしょう。白鷹さんやね。正解でございます。うん、白鷹狼に来ました。なんでここ選んだ。まあ、今回はですね、視聴者さんというか、うん、ここに来られた方が、うん、いろんなちょっと現象が起こって、うん、で LOL クリエイターズの動画を見たら、うん、自分に起こった現象が一緒だったので連絡が来たんですよ。 DM? そうです、うん、ちょっとお話をお伺いしに行って、うん、まあ、話を聞くと、まあ、声が聞こえたりとか、うん、白い女性の霊が見えたりとか、うん、っていうのあったんですけど、うん、まあ、話したくない、話さないみたいな声がしたと。いや、これよく考えるとですね、
我々の動画を見ていただければ分かるんですけど、うんまあ、同じような現象があったわけですよ、今までも。確かにあのちょくちょくさ、普段から聞こえたりすんねんて、女性の声が。確かに家でもそれが、うん、起こり始めた、うん、きっかけがどこかっていう話なんですよね、うん、ここです。今ここです言った瞬間鳥肌ドワーしたわ、うん、いや確かにここなんですよ。ここからですよね。ここからなんですよ。名前がここ行ってからなんですよ。確かにそれは間違いないです、うん、間違いない、うん、なのでまあその方も同じ現象起こってるんでちょっと検証をねしてほしいということだったんで、まあ僕らの方でちょっともう一度行っていろいろと確認したり検証したり、したいと思いますということで、うんちょっとお話はさせていただきましたと。それ俺もう一回言ったら2回呪われるみたいな確かに。いやもしくはまあ1年越しでご挨拶来てありがとうございます、ありがとうございましたで、ね、だから帰ってもらえばいいですよね。庄司さんはもうここからついてきてるんだとしたらもうありがとうございました、ありがとうございました、もうお戻りいただいていいですよ。そんなん通じる人ですか、はい、この辺いる人でしょ。そうそうです、うんはい、ということで LOL クリエイターズ、シーズン1最終回白鷹狼編狼再びスタートでございます、ね、もう除霊スプレー振る前に行こうとしてますけど大丈夫。いや、ふといふといちゃんと持ってます、うん、ちょっと正直に見てくれますか。はい、はい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 、はい、ということで、はいじゃあ、最終回白鷹狼編今日もね誰かいる？ん？今めちゃめちゃ足音したよね。ないわ。はい、最終回でございますので、はい張り切って元気よくご挨拶しに行きましょう。何度も言うけど張り切りはせんやんけど、うん、まあとりあえず今回最終回やからとりあえずパパッとパパッと終わらせたね。これで終わり、終わり、終わり、行きましょう、行きましょう。ちょっと待って、レンズだけ動かして。なっ、中村さんがラストに選んだ場所は白鷹狼でした。キツネさんいますね、まあ、やっぱりあのここは別格っすよね。なんか雰囲気が、あの来た瞬間ほんまに重たい。まああの中井重野さんが失明をして、まあ、目が見えなくなってそれはちょっと不良の事故だったんですけど、はい、で、ある日、うん、夢でね、うん、白い狐の神様、うんまあ、白鷹様から、うんお告げをいただきましたと、うんうん、で、これが玉姫社に行きなさいと、うん、中井重野さんは奈良に住んでるんですけど、うん、そのお告げを聞いて大阪に。女性の声した。え？あなたの後ろぐらい。僕が喋ってるからですか。違う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 。あの中村さんの声で聞く話。はい。で、うん、白鷹さんに言われた、うん、その玉姫社っていうのが、うん、大阪の安井神社っていうところに、うん、祀られてたんですよ。はい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 。で本当にあったと。はい。そこで修行した結果その神の声が聞こえるようになったって言われてるんですね。まず一つは、はいはいはい、だから初めからそのお告げがあってその神社に行って、修行したことで、まあ、そういうパワーを得たと、はあ、でそこで玉姫教っていう、うんこれ玉姫ってね船の神様らしいんですけど、うん、まあ、あのっていうのを、開きます、うん、でなんか今声しましたね。あ向こう、いや、声これは完全に人の声。あれこれ下の道って何これ。聞こえる聞こえる。これ道、いや知らん。これは結構とりあえず、はい、早く行こうか。まあとりあえず
まあちょっとまた行きながら、うん、続きはちょっと違うタイミング、はい、完全にここ足触られた場所、ちょっとまたちょっとごめんなさい逃げます足触られた、あったあった骨つぼと言うてたあの水差しみたいですね、ですね、なんかコメントでいただいたのは。失礼します。うわぁ、やっぱり雰囲気違うわ。影落ちてきたって言ってたとこですよ、翔平さんが。ここですね、天井から影落ちてきた。失礼します。大田落ちてる。大田翔さん、これこの前って中まで入ったんでしたっけ。あの入ろうとして足触られた。ちょっと今回は入ってみましょうか。失礼します。うわ、残留物がさ、たくさんある。で、あのこのお札あるでしょ、落ちてる。これがいっぱい落ちてる。全部さん、ここがさんやさんや。で、こっち落ちてるのはさん。ご家族ってこと。ちょっと待った。え、失礼します。これ何？めっちゃ耳元で何か言われた。え、ちょっと中村さん。これ見て。え？違う。影。今あそこ影。これってさ、何？あのお守りでしょ。これが。形が裏側が分かんないな、これ読めないな。これに立てる、破けてる、破かれてるで。ん、こいした女性、女性ね。何今の。え、どっから完全に女性の声今の、ね、こっちにも聞こえた今。やばいわ、俺耳鳴りしてるわ。うん、これさ、何これ、血。あ、で、これお札でしょ、またお札です、ね、なんだこれ、このこれ、お供えってどういうこと。お供え。あ、お供えか、うん、失礼ました。で、この布団をどけるとあれがあるんじゃないですか。前見ようとしてた、ないか、なんか、あー、ブレたか。これが前回女性がいたところですね、はい。ちょっと待ってください。めっちゃ視界の人食べた。ちょっと写真また撮っときましょう。失礼します。これ時空歪ましてましたからね、前、うん、顔認証バッチリです。はい、3、2、1、もう一枚いきます、はい、で、続きをね、ちょっとちょうどここで話すと、ここで、はい、この中井重野さんは能力をその開眼さして、大阪でまずいろいろ神の声が聞こえるってことで相談乗ってたらしいです、はい、で、その後に、まあ、開眼さして、この白鷹、はいはい、狼っていうのも作りましたと。なので、もともとは玉姫教会っていう宗教法人があって、うん、それを開いて、その玉姫社と大阪の白鷹狼、うん、この2つで玉姫教会と
いうのがあったと。なるほど、はい、じゃあ続きはまた後ほど、はいはい、じゃあ失礼します。これはだから前回あの骨壺って言ってたやつね。前回ここまでも俺入れなかったよね。ここで女性見て、あれなんや、船これ、あれあの七福神じゃない、これ七福神、あほんまや、七福神ですねこれ。なんでこんなとこに置かれてんやろ。これ玉姫ってね、船の神様らしいんですけど、あこっちはすごいな、なんかものすごい、前回よりも荒れてますよね、うん、あなんか胸が痛い、失礼します。あ痛い痛い痛い、何これ痛い、大丈夫ですか。そう、庄司君がえらいことになってます。あ痛い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 、何これ、マジっすか。はい、はい、かな、大丈夫です。はいはいはい、大丈夫です大丈夫、水持ってくれよ、はあ、何だろう、ね、今飲み物とか持ってこなかったから、あんま無理しない方がいいと思うんですよ。ここは結構ほんまに、今の何だ、お邪魔します、失礼します、失礼します。ここが前回石弾いた場所ですよね。首がない。これさ、石がないっすよね、これ。それはあの木のあたり、うん、あの手前ぐらい、ね、あの辺、こんな、この辺、これが多分本殿だと思われる場所です。失礼します。で、中井重之さん、情報その3、その後、稲荷大社から認められて、うんうん、まあ、稲荷信仰の お墨付きをもらったんですね、うん、信者さんがすごい増えて、大阪南支部ぐらいまで大きくなったらしいんですよ。なんですけど、うん、信者の皆さんというのは中井重之さんから直接神の声を聞きたい、まあやっぱり人数が多くなるとどうしても対応ができなくなるっていうのに、まあちょっとがっかりだってことで、うん、やっぱり信者さんも減ってったらしいんですね。今がっかりだ言った瞬間に女性のうなり声したね。このね、ほらで、ちょっとねこの声が何なのかっていう話なんですけど、先に話すとその後ですね、中井重之さん誰にも玉姫教会引き継ぐことなくお亡くなりになられました、うん、で今こういう状態なんです、うん、要はこの女の人の声とか、うん、まあいろんな声、これはおそらく昔中井重之さんがいた頃にそういう声を聞いてたんでしょうね。まあ要はこの声っていうのは、昔中井重之さんに聞いてもらってた人たちがいろいろ声を出してるんじゃないかなと。信者さんたちが、いや信者さんたちが聞きたかった声で、今はもう聞く人がいないんで、はいはいはい、聞いてくれる人がいないんで、今もこの場所で第2の中井重之さんを待ってるのか、はい、俺たち私たちの声を聞いてほしいんだっていうのでいるんじゃないかなってちょっといろいろ調べてて思いました、はい、うん、やっぱりここは気配がすごい、気配がすごい、特にえびっくりした、人いる、えちょっと待って、ほんまに人いる、あ光ってるわ、光ってるわ、光ってるよね、あれじゃ光ってるっていうか普通に人立ってたで、今ちょっとライト落として、
いや、いるわけないか。でも完全に人いたよ、今。あそこ。その木の奥。どうした？今、こっから見える1個目、2個目、3個目の鳥居のちょい下ぐらい。あ、なんか、胸が痛いから。失礼します。あ、痛い痛い。何これ？いや、怖い。正直怖い。ほなら、一個ここに定点置いていきましょうか。この庄司くんも一緒に置いて検証します。まあ、その間に僕らは奥に進んで、さらに検証という感じです。ですなら、ここが一番いいような気がするんだよな、俺。まあ、声入ったりとかもしかしたらするかもしれない。あと、痛い。え？え？ここに？いいよ。え？え？今痛いって言いました。言ってない。行きましょう。今痛いって言った。ここに痛い。誰が？なんか言ってないでしょ。いや言いましたよ。言ってないって。いやと入ってますよ。え？絶対。いやいいよ止めて。まあいいよ。痛いって言いたい。ちょっと待って、気持ち悪い。では俺言いました、ね、言った記憶が全くないっていうか、痛いって言いましたね、うん、今あんたの口からそんなこと言うの珍しい。ここも前回あれですよ、ね、うん、川木さんが一人検定やってた、うん、ここあれですよ、庄司さんが人がいたって、ね、ありのまま言います、ね、はい、人がいます、うん、この場所です、はい、であれ動画で言われてたんですけど、人がいたって言うてる時に横から影がバー落ちてきたって言われて、影じゃなくて人が出たのはほんま、え？見えなくて、ああ、いや、マジ嫌。やっぱダメだ、ここ。ここは滝行した場所。行くよね。前の道中で。失礼します。失礼します。わー、奥行きが続いちゃってますし、ちゃんとこの備えられ、ちょっと待った、また、人、ずっと聞こえる。じゃあ、はい。ちょっと一旦ここで。ここはここで OK。うん、あ、いや、もうやってくんでしょ。女性、ちょっと待った、待て、どっから聞こえてる。そんな、わかんない。あ、どこ。ちょっと待て、ずっと聞こえる、また。え、ちょっと待て、見てこれ。ずっと聞こえる。今も。ちょっと待て。女性。ほんまに女性。ずっと響いてる、うん、頭に。え、何これ、聞こえてる。今も。え、何今、めちゃめちゃずっと女性の声してた。前、撮影撮れた
女性の歌みたいな。まず人影、うん、今気配感じた。俺ずっと聞こえてましたよね、うん、聞こえてましたよ、歌声みたいな。どこから分からへん、かんない。上とりあえず この辺一帯、なんかスーって感じでしょ。で行こう。ちょっと、いや、なんかすごい嫌な感じがする。あのこれだけはっきり聞こえ続けてんのってすごい。むしろすごい、本当にすごい、やばい。あれ、これ下の道って何これ？聞こえる。で、なんか今声しました。あ、向こう。いや、わかんないですよ。ちょっとたどり着くかどうか。道は道や。あ、本当だ。こんなんなかったと思うんだけど。あ、いる。あ、本当だ。いる。開いてる。わあ、綺麗。一応そこまでは見えるっちゃ見える。見える。え？あ、お墓あるわ。そうでしょ。ほら、なんかなくしてますね。あるでしょ。ああ、危ない。くまなす。もうめちゃめちゃ張ってる。ああ、これ。如来さんっていうの。薬師如来。いや、これ階段あるんですよ。ほんまや。あ、本当だ。これがさ、修行場ちゃうの。これがだってこれ、ここにもこれあるさ、うん、白鷹王冠の白鷹法師。白龍馬、白鷹法師、うん、白龍馬。真ん中白鷹法師。上とかに何もない、うん、あの崖、あ、いるじゃないですか、ほら。ちょっと待った、何失礼。あ、本当だ、本当だ。ほら、ここじゃない。いや、行けますよ、あれ。でも、あれ気になりますね。ちょっと僕は、じゃあここで一人で一旦検証してみたいと思います。さっき中村が気づいたけど、あそこにキツネさん。あ、建物ある。どこほら、あ、建物ある。建物、なんか建物あるみたいなので上に行きます。失礼します。あ、なんかお社、社務所的な感じですかね。いや、もうお社。ああ、失礼します。あ、中になんか神様みたいなのがいる。ああ、本当だ、いる。ああ、千手観音ですね。観音様ですね。うん、ここは
龍谷千手観音、観音菩薩って書いてあります。見えないね、これじゃ。まだあるよ、これ。え、上が、あ、行きましょう。めちゃくちゃある。ちょっと待った、奥、なんかある、あれ、あれ、あ、ありますね。あれ何、建物っぽいですね。うん、いや、そこまで行きましょう。完全に人いたよ、今。女性ほんまに女性。足元に着物を着てる女性の人がいたんだんですよ。人あ、玉姫やん、これ。ここが五本殿じゃない、うん、鳥肌がやばい。何の音、今。これや、まだや。これで僕のついてると言われている人は落ちたんかどうかですね、うん、何これ、後ろに女性の声がなんかずっと叫んでて、このピピピピってこんなんなったことある、なったことないです。何これ